アメリカ統合戦力軍とは、アメリカ軍に存在した統合軍の一つ。特定の担当地域を持たない機能別の統合軍の一つであり、司令部はバージニア州ノーフォークに置かれていた。2011年に経費削減のため廃止された。JAFCOM は、予備役の訓練と即応兵力の確保、各種の装備や戦術の試験評価を主任務としており、 再生への緊急展開部隊と第2 0 0級の予備役部隊を例下に置いていた。ジャフコムは訓練、教育を通じてアメリカ軍の改革を主導させることや各部隊の連動向上に貢献させることを目的として1999年に大西洋軍を改編する形で設置された。大西洋地域の防衛を担当する地域別統合軍の性格を持っていた。 大西洋軍とは異なり、ジャフコムには特定の担当地域は与えられず、アメリカ軍の変革の研究室という位置づけのもと、陸、海、空、海兵の4軍の共同戦術や、その指揮方法、装備の試験、実用化、訓練などを通じて、4軍の総合運用性、統合運用能力の向上による戦力の強化を目指していた。また、改革を研究、 主導するという役割に加え、部隊兵力の提供者の面も持ち合わせている。ジャフコムの前身である大西洋軍は、もともと海軍の大西洋艦隊を主戦力として霊下に置き、1993年には、さらに陸軍、総軍、空軍の航空戦闘軍団を霊下に組み込んでいたという経緯もあり、アメリカ本土所在の多くの部隊がジャフコムに組み込まれた。これらの部隊については、 ジャフコムの霊下で訓練が施され、必要に応じて地域別統合軍に提供されるというスタイルが取られている。ジャフコムの司令部はバージニア州ノーフォークに置かれており、再生時には軍人、軍属2800人、民間業者3000人の計5800人の職員が勤務していた。また、年間予算は約2億5000万ドルとされる。ジャフコムは 2010年8月にロバート・ゲイツ国防長官より国防関連歳出を今後5年間で1000億ドル削減する計画の第一段階として廃止することが発表された。この廃止に向けた作業にはイラク中流アメリカ軍の司令官を務めたレイモンド・オディエルの陸軍大将が最後のジャフコム司令官に捕食され当たることとなった。オディエルの大将はアフプスの取材に対して ジャフコムが担当してきた77の使用任務のうち24が廃止されることとなり、ジャフコムの廃止と業務移管によって年間4億ドルのコスト削減が見込まれると述べている。廃止される任務以外の任務については、統合参謀本部や他部隊などへ順次移管された。2011年8月3日、バージニア州サフォークで閉鎖の式典が取り行われた。 統合戦力軍司令官のポストは前身である大西洋軍の司令官ポストからの横滑りという形で設置され、他の統合軍と同様に司令官には代々対象が捕食されていた。統合戦力軍司令官のうち第二大司令官のウィリアム・カーナン陸軍大将は北大西洋条約機構大西洋連合軍の司令官を さらに第三代司令官であるエドマンド・ジャンバスティアーニ、海軍大将から第五代司令官であるジェームズ・マティス、海兵隊大将までの3人は、大西洋連合軍の後継組織である、変革連合軍の最高司令官を兼務していた。ありがとうございます。